それでは出発いたて。あいつ名前なんだっけ。天道だ。近江の頭補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。どこで。ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるんや。なんで踊れがここにおる。どないして入り込みよった。天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大公、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに自国から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合は、あんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け合おうよ。今日は何が受けるんや。楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？偉人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。いいか、カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数。蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世期には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。
嘘やろ。大阪府警本部長を取る。どないなってますやんかしら。何を取るやん。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ。そんなわけあるかい。ボケ。ミツがそう言ってなかったか一番。思い出したか。ええ。でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ああもちろん。それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな鳩目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。真っ当に直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかも神室町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは参詣作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る。それには2つやるべきことがあった。1つは参詣作戦を成功させることだ。成功させる。そのために荒川さんには東条会の情報をあえて漏らしてもらい、神室町から東条会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその参詣作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が六代目に頼まれた二つ目とは、欲深く非情な東条会の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして東条会が消えた神室町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのは神室町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあおやっさんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になるのは誰なんや。やっぱ東条会伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。
神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川。天童、来ないな喧嘩。一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか天童。味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。やるのか。
よしで問題ねえぜ。通りだ。行くぞ。うん？さて。よし、行くぞ。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけやる。足りねえぞ、こら！このネスティングに上がってくれ。よし、行くぞ。じゃあ、こんな取っておきな。ほらほら、ほら俺の番ね。ほら、来いよ。私の番ね。いいね。また本気でやってんの。見てなさい。どうするかね。おれおれ。絶対負けない。ごせん。どうだと思ってる？遊んでた。痛い目に合わせますよ。さて。うら！なんで勝負したの？これで全部け、やったぜ。じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。よう、イチ。大家さん、すみません、体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。
お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ、危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか。いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやっさん。今まで本当によく生きててくれたな、イチ。おやっさん。それ、あんたが六代目をずっとかくまってたって？イエスね、さっきからそう言ってる。オーケー。言ってる意味がわかんねえよ。ま、必要以上に金があるといろんな方面につてができるもんでね。六代目の大悟くんとは親しくさせてもらってたってわけ。とは言ってもドライな関係ではいたいんだけどさ、カムロ町三景作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってね。じゃあ真島さんや西島さんも？もちろん。伝説の極道たちっつっても案外気さくなもんだったよ。俺んとこにいる間はさ。ところがそんな彼らを奇遇にも別口で会った一番が助けることになるなんてね。助けるなんて、俺らは大したことしてねえって。まあ親さんたちに胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ。一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんはおやっさん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだよ。デートってとこだね。おお、デート。今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。そっちが先約だったのに悪いな、一。星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやっさん飯に誘うのが身の程をわきまえてなかったっつうか。バカ野郎、俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもねえ。近江連合の解散届が出されて、蘇天堀は落ち着いているんですか？まだみんな戸惑っとるみてえだな。近江の区民たちも町の肩書の皆さんも。100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。近江の跳ね返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろうな。解散届をあれだけの大人数で止められなかった言い方は悪いが、奴らのメンツは今回の一件で丸つぶれ。そんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥の上塗りだ。そこまで見越しての計画だったんですか？いや、やれることをやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだってそんな余裕俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえから、おやっさんは役者なんすよね。
蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなく、あいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからな。あいつの癇癪だけは俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってやられねえ。え？六代目は私は、あいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろ正人が俺に東条会を売るように迫ったことで、その計画が早まったって見方もある。正人は自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえと、あいつは身を滅ぼす。きっと手にしたもの全てを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先おやさんはどうする気なんですか。これから何を。六代目は私たちは組織を解体した後、やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのために、いずれ何かしら方法的な受け皿を作りたいと言ってた。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。なあ。何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってな、こういう気持ちなのかね。なら、これからまた俺をおやっさんの子分にしてくれますか。いいし。おめえ、俺はおやっさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ。組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。いや、お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもねえ。いくらもねえどころか、恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんなら、また俺を子分にしてくださいよ。お前ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。でもすげえ話だよな。
俺にはその話がトラウマになっちまってる。え？夢を見る時があるんだ。夢ですか？ああ、40年前の大晦日、アカネがあいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかが祖父で、そんなわけねえのによ。やめてください、恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いたいか、父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね、わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。夢で見た話だった。全く不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な、イチ。出れないんでメッセージをどうぞ。青龍会の星野だ。春日、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、荒川の死体が港に上がった。荒川真澄は昨夜、うちの親父と会食した後、一人で平安楼を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は？解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。無事だったのか？ああ、あいつらのそばには元東城会のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった、春日にそう伝えとく。
しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東条会の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から東条会を駆逐するという作戦に手を貸したのは、一にも二にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東条会のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ、俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品。だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。ですよ、我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちり寄ってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。あ？何が筋だ？極道の端くれにもならねえ片田舎のカスどもが。なんだと？今なんて言った？沢城、お前、おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ、何をする。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない、口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは東条会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩面して任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力。強えやつに弱えやつが従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ、このボンクレ。これからも俺らが作る
新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。ずいぶん勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。は知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるわ。因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。出るよ電話。星野だ。会長。大丈夫か。ええ、まあ。その声でか。ちゃんと飯は食えてるのか。いえ。そいつは体に毒だ。どうだ、平安楼で会わないか。平安楼。俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。ええ、でも今は。いいから来い。わかりました。待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか。平安楼に来いって。行くの。ああ、おやっさんの最後の様子も聞きたいしな。
で行かれますか。それでは